ですね、編集部が見つけてきたイケてるネタをですね紹介するコーナーでございます。今回もシティライフの吉村さんが紹介してくれます。皆さんこんにちは、シティライフ編集部の吉村です。今回も僕がおすすめするお店を紹介します。まず1軒目は吹田市さつきが丘南にあります、新鮮果物野菜のんき屋。こちらは店主自ら全国の産地や市場を飛び回り、旬の野菜や果物を目で見て食べて厳選したものを取り扱うお店。そんなこだわりののんき屋おすすめの商品はこちら、北海道産剣淵町セット。の良品探訪では北海道剣淵セットとして販売しているんですけども、その中でも僕がおすすめするのはこのトマトジュースなんですけど、これ結構贅沢なトマトジュースだと思うんですけど、中身ってどんな感じで。はい、このトマトジュースなんですけども、はい、かなり贅沢にできておりまして、はい、トマトの種類はイタリア産原産のシシリアンルージュを60個使っております。はい、でその中でも無農薬有機野菜で育てております。はい、で加熱処理をしておりませんのでかなり濃厚なんですね。はい、ジュースとしてももちろん使い方あると思うんですけど、他にも使い方って何かあるんですかね。はい、これをお料理に使っていただきますと、はい、それ以上に濃厚な甘みが出ます。はい、はい、ミートソースとか煮込み料理に使っていただいたら一番合います。はい、では僕おすすめのトマトジュースシシアンリュージュいただきたいと思います。あ、濃厚で美味しいですね。最高です。そしてもう一軒、高槻市宮田町にあります、創業40周年の創作メーカーの名店、さつき庵宮田町店。店内には定番の和菓子から洋風テイストを加えたお菓子など数十種類の商品が並びます。中でも人気を集めているのが今回おすすめのカフェオレ大福。こちらのカフェオレ大福なんですけども、和菓子のようでちょっと洋菓子のようなちょっと個性的なお菓子なんですけど、どういったお菓子ですか。はい、コーヒー味の、こしあにですね、はい、クリームのたっぷり入った大福になります。はい、はいはい、コーヒーがですねきつく出すぎないように、はい、またクリームと馴染んでいくように、はい、甘さを控えてみたりとか、はい、そういうことはいつも心がけてます。そうですか。はい、あといろいろとなんか創作された和菓子とかいっぱいあるんですけど、はい、何か心がけてることとかあるんですかね。はい、ヨシさんにはないようなお菓子をですね、はい、お客様がまた来られた時に美味しいねって言っていただけるように季節に合わせたものであったりとか、いつもそういうふうなものを作れるように、はい、心がけております。はい、ではカフェオレ大福いただきたいと思います。うわぁ、もちもちで美味しいです。最高です。今回ご紹介したおすすめの商品はシティライフのホームページでご確認ください。今回も北摂のおすすめの商品を紹介しました。ぜひ皆さんも一度味わってください。最高です。夏にはたまんない2つですけれども、ね、本当に両方やってまいりました。ありがとうございます。これでもどっちからいただくかこれの組み合わせはなかなかハードですけれども。そうですね、やっぱでも最初にご紹介したトマトジュースですか。トマトからいきますか。もうね、色的にはもうケチャップですよ ね。すごいですね。60個分、およそ60個分加熱処理せずに瓶詰めしたんですって。
旨味をもね、すごいね、リコピン美容にいいみたいですから、じゃあいただいていいですか、うん、トマトじゃない、何ですか、何これ、わっ、マジで、ちょ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 、どうや、甘っ、この感じやと、うん、もうほんまにケチャップかなっていうぐらいのドロドロ感を想像してたんですけれども、濃いのね、さらっとしてる、とろみはあるんですけど、うん、喉越しがすごくいいですね、そう、ここに引っかからないというか、スーッと入っていくね、びっくりやわ、俺ちょっとこれは組み合わせがと思ったけど、このすっきり感だと、いけますね、別に、うん、1800円です、いや、それはね、でも、うん、ちょっとね、お酒と割ったりとかして高級なカクテルになりそう、はい、VTR でもおっしゃってましたけど、うん、料理に使うのも全然ありやと思いますし、うん、本当にこれ1個あったら幅は広がると思いますよ、自家製ソースを作れるし、すごいわこれ、美味しい、本当体に芋いただいてるなっていう感じですよね、うん、美味しい、いけそうですね、ね、トマトジュース後の大福いっちゃいますか、ね、いや本当さらっとしてますもんね、うん、びっくりした、これですよ、私も田中さんも今日楽しみにしてたカフェオレ大福、ね、いただきます、どうぞ、ビター、あ、そう、うん、やっぱそうでしょうね、うん、甘さも控えめ、本当ですか、うん、ただ真っ暗になってるよなんか多分そんな気がした、あ、あ、でも行って行って行ってください、全盛期のデーモンさんだと思うすごいママドルとして、ね、じゃあ、うん、ほんまですよ、あ、ほんまや、すごい、いただきます、はい、僕も、あ、意外となってない、うん、だいぶ気をつけて食べましたね、うんうん、この側のね、はい、ビターな感じのね、うんうん、この粉と、うん、中のこのクリームが、うんうん、絶妙ですわ、お風呂上がりにいただきたい、いいですね、感じキンキンに冷やして、うんうん、大人の味、ちょっと子供が食べると苦いかなっていうぐらいのしっかりとしたカフェオレ、うん、こういうね、うん、あんまやろ、苦い中にもこう噛んでいったら、うん、甘みが出てくるんやっていう、こういう男になりたいわ俺は、どういうことですよ、最初はこいつどうかなと思うんやけど、付き合っていったら甘みのある、あれやんかいさ、あれやんかいさ、うん、なんかもちもちしてるやんかいさ、うん、あー全部食べた、これは最高、うん、最高です、相変わらず美味しいですね、うん、このコーナーでご紹介するのは、お粉は落ちますけどね、あもう粉つけながらいただいてください、はい、はい、こちらはですね、はい、良品探訪ショップと検索していただきますとですね、はい、詳しい、ね、内容をご覧いただけますので、はい、よろしくお願いいたします。